福岡銀行カードローン、安田主人公です。はい、皆さん、今回の動画ではケプラーの真白さんについての動画なんですけど、韓国の YouTuber さんが、ある YouTuber さんが、坂本真白、あなたが知らなかった11個の事実みたいな感じで動画を作ったんですよね。これを私は今更これを見て、これを皆さんにちょっと紹介したいなと思いまして、この動画を一緒に見てみたいと思いますよ。そして皆さんがこれを見てから、この動画を上げてくださった韓国人 YouTuber さんの動画に実際に行っていいねボタンと、そういうのしてくださったら、こういう方々がもっと増えるんじゃないかなと思いまして、これを一緒に見てみたいと思いますよ。まず見てみましょうか。せーの、レッツゴー。坂本真白は13歳っていう若いとして、これはもちろん音声がありますけど、オリジナルの動画は皆さんがぜひ、これを見てからぜひ、このチャンネルに行って皆さんが直接に見てくださいね。日本のガールズグループ、アイパーボビーズの2期メンバーとして活動する、したことがありますと。え、これは知らなかったですよね。めっちゃ可愛いやん、真白さん。あ、そして皆さん、チャンネルの名前は、インプルっていう、この名前ですので、ぜひ皆さん、検索していただければ嬉しいなと思いますよ。めっちゃ可愛いんですよね。可愛い。美人やん、めっちゃ。そして、アイパーボビーズは、若い少女たちで作られたガールズグループ。あ、ここになんか、真白さんいますか？誰が真白さんかな？この小さい子？誰でしょう？思ったより人気がなくて消えたガールズグループだとここに書いてます。あ、真白さんだ。なるほど。真白さん可愛い。そしてその後、約3年というクワキーの後、K-POP を通して、認められるアイドルになりたいっていう目標で、ただ韓国に行って JYP の12期オーディションに参加しましたと。すごいですね、勇気が。かわいい。当時日本であったオーディションでもなく、韓国で直接に来てオーディションを見た、そういうケースは真白さんが初めてだったと。すごい。なるほどですね。しかもそのオーディションで2位までして、あ、2位したっていうことは私聞いたことはありますけど、こういうストーリーで2位をしたんですよね。すごすぎる。とにかくこういう過程で大きい事務所の JYP に入社することまでできたと。だから本当に素晴らしいと思いますってここに書いてますよね。今なんかエコボが一緒ですよね、かわいい。そして、20の話まで、20の日本人メンバー、マッコは、20の私の推し。偶然に真白が JYP でオーディションを通じて、なんか、JYP に入ったっていうニュースを新聞の記事でそれ見てから、本人も有名ができて、韓国のオーディションに参加することにしましたと。あ、なるほど。このなんかストーリーは皆さんのコメントで私見かけたことあるんですけど、なるほどですね、こういうことか。そして真白は1のメンバーになったかもっていうストーリーで有名なんですけどってここに書いてますよね。 JYP で練習生活をしながら1のデビュー組まで入りましたが、残念に脱落してデビューの夢がダメになりましたと。デビューができませんでしたと。その後 JYP から出てストーンミュージックに移籍しましたが、あ、なるほどですね、こういう過程があった。そこでなんか新しいそういう成果とかはなしで、その事務所から出ることになりましたと。なるほど、こういう大変な時間がありましたね。その後日本に帰ってバイトをしながら時間を過ごしてましたが、ああ、このストーリーは私知ってますよ。あの番組で見て、テレビで出てる1を見て、もう一回
夢を叶えたいっていう気持ちで韓国に帰ってきました。これは私知ってます、このストーリー。真白の3番目の事務所は143エンターテインメントだったと。うん、なるほど。143エンターテインメントはポスタージュの元メンバーイエソーが、カンヘソーが所属されている事務所だと知られていると。ああ、イエソーさんもでは元チームがありましたか。これも知らなかった。なるほど。ガルプラでカンヘソーが自分のメンバーを選ぶシーンで、マシロを選んだ理由を今は分かりますね、みたいな感じで。ああ、こういう縁があるから選んだっていうことですよね。ああ、なるほど。では、イエソさんとマシロさんと縁が結構深いですね。めっちゃ顔もなんか似てて、姉妹みたいな感じで。で、ちなみにマシロの事務所は、会社の公式アカウントを通じて意味深い文章をあげましたと。あ、これですね。 K はガウン、 M は真っ白、 Y は歓迎層、そして追加スカウトを予想する M と R。 K は南とルアン、この手を意味すると、うん、なるほど。この3人をスカウトしましょうっていうファンの要請に事務所の関係者も肯定的に答えましたと。こういう裏話か。うん、本当に外国人脱落者で作られるガールズグループは誕生するのじゃないかなと。真っ白のデビューが決まってから一緒に練習生の生活をしてた一致のメンバーイエジは V ライブを通じて、今日マシロオンニがデビューしてしましたので、皆さんもマシロオンニたくさん愛してくださいって言いましたと。うん、優しい。マシロオンニのように優しいオンニは見たことがないって、それを言いながらお祝いしてくれましたと。優しいな。マシロがガールズグループとしてデビューすることになって、 JYP が逃したアイドルのリストになったのが話題だと。 JYP が逃したアイドルって結構そういう有名ですよね。ここ見たら IU もそうですし、 IU さん、 EXID、 ハニー、そしてあのシースターのヒョリン、 AOA、 チョア、ミニョリン、バンタンの JO、 IY、 チャンは여자친구のユージュ。うん、そして真っ白がこのリストの4番目に追加されましたと。だから JYP が逃した人材っていうことですよね。真っ白、あ、真っ白じゃない、 JYP が逃した4番目の여자アイドルになりましたと。 JYP さん後悔しますよ。それで真っ白は韓国の生活が長いので韓国語も上手な方だと。うん、上手な方だけじゃなくてめちゃくちゃ上手いですよね。そのおかげで日本人メンバーヒカルはチームの中でうまく、なんかヒカルがうまくなれるようになんか手伝う役割もしてますと、真白さんが。おお、この方ちゃんとよく分かってますね。このヒカルさんかわいい。そしてチームの中の唯一なメンバーシャオティンと韓国人メンバーの間でこう橋架けみたいな存在になってくれると予想しますと、っていう感じで動画が終わりますよね。そしてこの動画のコメントを上から読んでみたら、真っ白は本当に認める、韓国のことが好きなのが伝わる、韓国語もうまいし、みたいな。そして次のコメントは、真っ白は本当に応援したくなります、てんてんてん、みたいな。小さい時から自分の人生すべてをかけて挑戦したアイドル、てんてんてん、これからは綺麗に自分の花を咲いてほしいと、そして綺麗だと、っていう感じで。おー、いいコメントばかりですね。真っ白は本当に優しそう、てんてん。そしてこの方、わー、一致のデビュー組だったって、こんな実力者、実力家だったんですね、って感じで。
で次のコメント、ケプラー本当に応援する愛してるみたいな。ケプラーの、それは次のコメント、ケプラーの活動が終了してからは、マシロッとイエソが同じグループとしてまたデビューしてほしいです。2人は双子みたいです。なんだか似てるし、みたいな。確かに。みんなそう思ってますよね。本当にイエソさんと、マシロさんは本当に似てますよね。はい、皆さん、とにかく私が用意した動画はここまでです。皆さん、ぜひこのインフルっていうチャンネルに行って、皆さん、ぜひいいねボタンを押してくださったら嬉しいですし、もちろん私のチャンネルもいいねボタンと、チャンネル登録してくださったら嬉しいと思います。ってことでしょう。